さてマリーンズ先発は佐々木朗希です。1回の裏これ2アウトから辰巳がヒットで出ます。そしてこの後浅村がライトの前に落としてチャンスを広げます。ツーアウトランナー三塁一塁、立ち上がりツーアウトから攻めてチャンスを作りました。そして安田のところワイルドピッチが出ました。これで辰巳帰ってイーグルス初回に先制点です。さあ先発岸です。初回に先制点もらいました。3回のピッチングをご覧いただきます。この回はツーアウトランナー二塁で岡を迎えましたけども、最後は外まっすぐで三振を取りました。1対0イーグルスリードで5回です。ツーアウトランナー一塁で今日スタメンの安田、これが安田この試合2本目のヒット。これで1、2塁となってラストバッター友杉を迎えます。友杉の当たりはショートの後方、村林が取れませんでした。ランナー2人帰ってきました。ショートのエラーでマリンズが逆転です。そしてこの後トップに帰って岡、甘く入ったところ岡が左中間へとエンタイトルツーベース、タイムリーツーベースになって1点追加、3対1です。さあクライマックスシリーズに向けてもう負けられないイーグルス、6回です。ワンアウトから小深田、そしてツーアウトになって辰巳、いい当たりでしたけれどもセンターの藤原が追いつきます。なかなか佐々木朗希攻略とはいきません。さあそんな中ベテランの岸、8回もマウンドで上がりました。ワンアウトから岡を三振で、ツーアウトを取って浮上かもしとります。中盤から終盤6回7回そしてこの8回と3人で終えたベテラン岸のピッチングでした。そしてその裏です。先頭渡辺義明がヒットで出ます。ここからチャンスを広げたいところ、ツーアウトランナー二塁で小郷のこの当たりをセカンド小川もよく取りましたけども、これが内野安打。さあ三塁一塁チャンスで今日ヒットを放ってます小深田、しかしここはセカンドゴロ、チャンスを作りましたがあと1本は出ませんでした。さあそして9回です。岸がこの回もマウンドに上がりました。先頭のポランコ三振、しかしこの後佐藤俊也のヒット、ここで岸はマウンドを降ります。力投の岸ですが、ここで2番手藤平へとスイッチします。その変わりっぱなワンアウトランナー三塁一塁で中村、初球でした。スクイーズ決まって追加点、初球スクイーズをやってきましたマリンズ。この後藤原もベンチの期待に応えます。タイムリースリーベースになって5対1。さあそして佐々木朗希は9回もマウンドで上がりました。先頭の辰巳三振でこの試合10個目。この後4番の浅村持ち取って2アウト、イーグルスクライマックスシリーズ進出へ向けて追い込まれます。そして最後のバッター安田がレフトフライに打ち取られてゲームセット、5対1マリーンズ勝利。これで3位マリーンズでクライマックスシリーズ進出が決まりました。佐々木朗希は勝ってキャリア初の2桁10勝目です。さてハイライトをご覧いただきました。今日は初回にイーグルスが先制、しかし5回にイーグルスミスが出てマリーンズが逆転、そしてインタビューです。10勝目完投勝利、そしてクライマックスシリーズ進出を決めるピッチングをしました佐々木朗希投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。大事な試合でチームのクライマックスシリーズ進出を勝ち取りました、今の思いから聞かせてください。
まあ、先制されてしまったんですけど、逆転してもらってなんとかその点を守ることができてよかったなと思います。球数もかなり増えていましたが9回のマウンドにも上がりました。この辺りの思いは。そうですね、ピッチングコーチから何も言われなかったので、はい、行くのかなと思って、はい、行きました。立ち上がり不安定でしたけれども尻上がりに良くなりました。どんなところが修正点うまくいきましたか。そうですね、立ち上がりも、感覚的には悪くなかったので、特に変えることなく、はい、自分のボールを投げるように頑張りました。この勝利でご自身にとっても初めての10勝2桁勝ちました。これについては。そうですね、今年は野手陣に助けてもらう試合が多かったので、はい、すごく感謝してますし、リリーバーも、こう勝った状態をキープしてくれて、たくさん頑張ってもらって、そのおかげの10勝かなと思います。さあ、これでチームはクライマックスシリーズに向かうということになります。まだ先があります。意気込みをお願いします。クライマックスシリーズ、3位からなると思うんですけど、日本シリーズ行って日本一になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。佐々木朗希投手でした。